はいえー、3452回始めたいと思います、えー、2024年10月2日ですね、はい、もうあの、うん、10月は秋なのかな、秋だね、9、10、11月は秋か。うんはい あのさすがにね最近は30度とかいかなくなったね、うん、ずっと暑かったけど、はい、夜はねもう私のいる宮城県南部なんていうのはもう15度とか、うん、それ以下になる時もあるんじゃないですかねちょっと体感ですけど、はい、あのー、今日なんかいつもあのコオロギとかスズムシとかの、ね、鳴き声聞こえたんだけど今日は全然聞こえないな、うん、秋の虫もいなくなってきたのかなこれ秋も深まってきたって形なのかな はい、皆さんのところだとど,どうでしょうかね、はい、今日はね、本当元気がなくて、うんあのーまあ、いつもにも増して、ねうん <laughs> いきます、静岡第一テレビからですね、はいえー、まあこれ、横領の話だね、これ前回、福島でもやったね、横領、うん、給食費など126万円余りを横領したとして、 富士宮市の小学校女性事務職員を懲戒処分、あ免職処分か、はい、静岡県教育委員会ですね、静岡第一テレビ、あ福島の県はあれは給食費じゃないか、給食の、その、うん、あの、まあ、もも肉を胸肉にして、うん、その分を懐に入れてたっていうような、うん、あれか。 今回は給食費とか横領か。静岡県教育委員会は、えー、9月19日、えー、給食費など126万円余りを横領した富士宮市の小学校の、えー、女性事務職員を懲戒免職にしたと発表しましたということですね、はい、懲戒免職の処分となったのは富士宮,宮市立内房小学校で え会計の管理を担当していた41歳の女性事務職員ですと、うんえー、静岡県教育委員会によりますとこの女性職員はね41歳の女性職員は2024年3月今年だね今年の3月から8月までの間給食費やら廃品回収の収益金など、ね、学校が徴収した、えー、金を複数の口座から出金したほか 保護者から集めていたお金を口座に入れないといった、えー、行為を53件繰り返し126万円余りを横領したということですと、うん、8月給食センターから学校に給食費未納の連絡が入り発覚したということで女性職員は横領を認めたと、うん、で何に使ったかといったら生活費とか車のローンの返済に充てたと自分の生活のことを考えてやったと。 いうことですねこの女性職員は全額返還しているっていうことですけどまあ、懲戒免職処分となったということですね。はい、まあこの女性職員も本当保護者から預かったその給食費とかね、うん、自分あと配品回収の収益金などねあの53回にわたって126万円横領したってなってるけど。 これはバレないと思ったのかねこれ即攻バレてんじゃん今年3月から8月までの間だからつい最近までの間のこと53件引き出したり何だりして126万円だから1回あたり2万円とかなんだよね2万円うん53回ねあの引き出したりなんか入れないとか言った53回やって126万円だからうん。 ねえ今年3月から8月のまでの間ってのはもう最近だからあのどう考えてもバレるでしょこれ。そんでバレた経緯が、うんあのー、給食センターから学校に給食費未納の連絡が入ったって言うんだから「いやいやそりゃバレるさ <laughs> そりゃバレるさね給食センターからお金入ってないんですけど」ってそりゃ言われるさお金入れてないんだもの。 バレないと思ったのかねちょっとこの41歳の女性の職員はちょっとあの本、ー、当何も考えてやってたような感じするけどねこれね、うん、もうちょっとやるならバレないようにしろよって言いたくなるようなねあの一件だねまあそもそもやっちゃいけないけどね横領なんていうのははいあのー、うんこの間の福島県のね横領の話はなんかもうちょっと賢かったけどね、あのー、鶏肉のね もんのならもも肉使うところを安い胸肉にしてその差額を懐に入れてたっていう話なんでまあ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 もうちょっとバレにくいようなねあの手口だったんだけど今回はこれもろだからもろうんね発覚するのも早かったっていうことですね。と、はい、いうことで皆さんねまあ私なんかこういう立場にないから、うん、私一回もないなこの経理関係っていうのかな。うんあお お金やっぱりなんかどっかの所長みたいなのやった時は、うん、事務所の所長みたいなのやった時とかねはお金関係自分でやってたけどあとまあ自営業の時とかね当たり前だけど自分でね全部やってたけどねやっぱ勤め人の場合ケリーとかやんないとこういうのねお金関わらないんでね、うん、まあやらないよ勤め人ばれるものどう考えてたいつかばれるもの合、うん、わなくなるもの,、はい、あの絶対ばれるんでね横領とかねあの やららない方がいいいいい方がと思いますよこれかここ悪いからこういうの私身近な県ではね2人ぐらいいるね過去私の顔見知りの人が横領で捕まったっていうの、うん、1人は役所の人だけどね,あのね役所の人も捕まったのよ私の知り合いで本当にねギャンブルに使ってたね横領してね公金を引き出して、ね、バレないだからギャンブルに使う人ってあれなのね その例えば100万円なら100万円を一時的に借りて100万円を損んで150万円にして増やして、ね、で元の元金の100万円は戻せばいいっていう感覚でやってるのね,ねお金ギャンブルするための元手のお金をちょっと拝借するみたいな感じでやってるんだけどまあ所詮ギャンブルだから、ね、増えないで結局減らしちゃって、ね、穴埋めするためにまたうん元金増やしてみたいな、ね、また負けてみたいな感じで結局。 ね大変な大金になっちゃってで最後バレてみたいな感じだねそういうのが多いねまあ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 、うん、この人の場合ギャンブルじゃなくてね自分の生活費とか車のローンとかに当てたみたいなんで、うん、そんなあの大、ー、金にはなってないけど、はい、皆さんあの本当にねあの自分のお金と他人のお金っていうのはねしっかり区別してねやっておきましょうっていうことですよ絶対バレるんでね。はい 終わりにしたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します